この動画では心が穏やかになるバスソルトの作り方をご紹介したいと思います。こんにちは、ドクターあきこです。入浴ってその日の疲れを取ってリフレッシュして、そして心がゆったりと穏やかになる効果がありますよね。それにある入浴剤を使えばより一層心が穏やかになってぐっすり眠れるようになるんです。今日はそんな入浴剤の作り方をご紹介したいと思います。では早速、心が穏やかになる入浴剤なんですけども、材料をご紹介していきたいと思います。まず一つ目が天日塩です。どちらの天日塩でも大丈夫なんですけども、絶対に精製塩は使わないようにしてください。精製されたお塩というのは 99% が塩化ナトリウムでできています。それに比べて天日で海水を時間をかけて乾かしたお塩はミネラルがたくさん入っています。マグネシウム、カルシウム、それからカリウムといった様々なミネラルが入ってるんですね。その成分が入浴剤にとってはとても大事なので、精製された塩ではなくて天日結晶塩とか天日で乾燥した海水の塩、そうしたものを選ぶようにしてみてください。それからアロマオイルです。アロマオイルは鎮静効果のあるものを使いましょう。私のおすすめはオレンジ。オレンジは甘くていい香り、そして鎮静効果もあります。他にはラベンダーなんかも鎮静効果としては有名ですね。ちょっと変わり種ではクスノキです。クスノキは佐賀県の木なんですけども、私佐賀出身なのでクスノキ推しなんですが、小脳とか言って虫除けにも使われますよね。いろんな効果があるんです。気持ちがこうゆったりとなりすぎてる時には少しアップさせてくれるし、興奮しすぎてる時には鎮静してくれる、ダブルの効果があって、自律神経をちょうど良い感じに安定させてくれる私の一押しアロマ、クスノキです。小脳の香りって苦手な方もいらっしゃるかもしれないんですけども、少しだったらとても安定して穏やかな気持ちになります。私は大好きです。他に道具としては塩を入れて混ぜたりするようなお皿であるとか、それから作った後に入れる密閉容器もご用意ください。今回は塩は 100g で作ろうと思ってますので、お塩が 100g 入るぐらいの容器を用意していただければと思います。それから混ぜる時のヘラですね、スプーンとか木べらとか何でもいいと思います。では早速作り方ご紹介していきたいと思います。この天日塩をまず 100g 測ります。この 100g のお塩に好きなオイルを8滴垂らしていきます。私の一押しクスノキオイル、佐賀県神埼市千代田町の株式会社中村さんのクスノキオイル8滴入れていきます。あ、めっちゃ入った。5滴ぐらい入りましたかね。6、そっと入れましょう。7、8、9滴ぐらい入りました。大雑把なところがめっちゃ出てます。そしてヘラでこうやってしっかりとなじませて混ぜていきます。毎日入浴剤入れてお風呂に入りたいっていう方は 100g じゃすぐなくなっちゃうと思いますので、 200g とか多めに作っておいてもいいと思います。ただですね、この入浴剤も消費期限がありますので、あまり 500g とかね、大量に作っておいてもこの精油が古くなっちゃいますね。塩も生きてますし、精油自体も生きてますので、あんまり酸化してしまうと体にとっては良くないですね。どんなものでも天然のものは酸化していきますので、少しの量を作って冷暗所で保存して使い切る、そういったイメージで使っていきましょう。すごくいい香りがしてきました。でしっかりこのお塩に馴染んでアロマオイルが馴染んだなと思ったら、これで出来上がりです。もうこれだけでいい香り。実際に使う時には1すくい2すくい、ご自身の好きな量をお湯に入れていただいて、そしてジャポンドを使ってしっかりとリラックスして入ってください。お風呂の温度はあまり熱すぎない方がいいと思います。もうものすごい熱い温度で入るのが好きな方もいらっしゃるんですけども、熱いお湯はかえって眠りを妨げてしまいますので、できるだけ寝る時間の1時間半以上前に少しぬるめの温度で、首まで浸かるのではなく、ちょっと肩が出るぐらいの高さでゆっくりと時間をかけてリラックスして入っていただければと思います。ではまとめます。ぐっすり眠れるバスソルト、まず用意するのは天然の天日塩、海水から作った天日塩を使います。これを 100g、 それから鎮静効果のある
アロマの精油ですね、精油を8滴で、これをお皿に入れて、ヘラなどでしっかりと混ぜて、この密閉容器ですね、空き瓶なんかでいいと思います、密閉容器に入れて冷暗所で保存をします。2週間ぐらいは保存が効きます。お風呂に入るときは少しの量を1すくいか2すくい入れて、しっかりかき混ぜて、ぬるめの温度でゆったりと浸かりましょう。今日の動画役に立ったと思われたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。評価ボタンも押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。